ちょっと回してもらっていい？はい。オッケー。サブ取っていい？もう全然サブ。あ、いい、いきます。どうも、ガルマンです。キャビーン。どうも、MY です。キャビーン。はい、ということで。今日はちょっとね、急遽動画回させてもらってるんですけど。何なんですか？ちょっと来てもらっていいかな？俺が？うん、ちょっとこっち。うん、こっち。うん。こっち。映ってるかな？うん。なぜここにあるん？え？え、ちゃうね。何びっくりした、これ。今俺座っててさ、あれってパッて見たらさ、俺気づいてなかった、ね、いつからあるんこれ。え？俺一枚だ！え、お前もこれ持ってるん？持ってるわ。え、そんな、これかぶりある？今までで。いや、ないでしょ。ないよな。ないよ。ないからな。それかぶりがありえへんからな。俺んちのやつやな。絶対に。焼き鳥に来てもらった。な。焼き鳥に来てもらったけど。いや、焼き鳥やな。まだ塗ったん、お前んちのやつ。そんなわけないや。なあ。これ、あ、え、これ、え、ちょ、なんだこれ。何やってん。え、業者呼んでやってんの。なあ。え、でも前ここについてたエアコンはわかるよな。効きへんくて、ああ、ほんでちょうど買い替えようってなってな、やめてた話で、はい、エアコンそう、まあ暑いからいるなーなってて、ああ、どっかにエアコンないかなーと思って、な、落ちてたんかなこれ。なんかお前、どこにあった？いや、なんか拾ったっす。拾った、はい、拾ったっすちゃうやん。オレンジのやつにガシについてるやん。なあ、オレンジはどうなってると思う？こうなってんね。何してん？何撮ってるん？いや、まあ、取ったって言うの。え、俺びっくりしてさ、あれクーラーついてんやんと思って。いや、パッて見たらさ、あ、カメラ回ってないわ、そんで。取れついてるけどな。取ったってお前、お前、しょうもないね。言い腐れがすごい悪い。言い腐れとか言葉ないし、面白くない。だから、しょうもない。借りてるだけ。借りてきたんでしょうね。お母さんもブスやし。お前な、波出ろ。あ、ちょ、おいって。おいちゃうって。お前、おい言える立場ちゃうで。おい言える立場や。何、親のことバカにしてんだ、お前。関係ないな、これ。じゃあ、親のことバカにすんのとエアコンバシーのどっちが悪い？いや、ま、エアコンやな、普通に。お前、弁償な。何、左右出せ。左右出せ！ちょ、ちょ、だから、俺言ったよ。ちょ、聞けよ。俺、借りてるだけって。じゃあ、なんで借りんねん。返す、夏終わった。返すって。じゃあ、夏死ぬやん。そりゃそうやろ、お前。夏だけじゃいんの、エアコン。え、お前、舐めて。え、俺、まあまあ、借りパクではないやん、まだ。返す意思が俺がなかったら、パクった泥棒。もう好きに言ってください、動画で。勝手に。口を開いて。俺は返す意思がある。これをパクりました、認めた。はい。ここまでは、まあ、万丈一やん。ほんで、ここ。あ、わかった。ディベートしたいんや。やる？勝負する？これ勝つで。うん、いいよ。圧倒的な不利やけど、大丈夫？いいよ。あ、じゃあ。やろうか。お前、じゃあ、エアコン一つから取っても回数しかやったら、取ってもいいと思ってます。取ってもいいってことやんな。はい。じゃあ、俺は、取ったらあかんってこうな。あ、もちろん。はい。じゃあ、まず聞かして。あ、だから僕の意見は、言うと、世の中っていうのは、みんな、困った時は助け合いみたいな、あるやん。その中で、そうやって育ってきた中で、俺は、暑いっていうことで困りました。じゃあ、友達に借りました。じゃあ、何が、ま、んで、俺はパクると言って、返しますって言ってます。これ何が悪いんですか？あのな。じゃあ、一回警察呼ぼうか。審査員警察でいい？まあまあまあ、警察ね、まあ。まずな、まず教えたほうが、あのな、借りて返すつもりがあるんやったらいいっていうのは、そりゃそうやねんな。返す気があるんやったら別に悪いことじゃないねん。でも俺、貸すつもりもないし。そこやねん。返してもらうつもりなんですよ、以前の問題。貸すつもりがないねん。うん、わかる？俺貸してないねん。それ取ったらお前、じゃあお前人のお前さ、ものさ、返すつもりやったっつって万引きしたら、逮捕されるやん。まあ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 、まあ、うん、それ一緒、わかる？だからそれは、うん、なんて言ったらいい、店。店やからや。うん、俺らはやっぱその、友達関係でありながら、うん、そういうや仲やからこそできること、うん。友達やもん。俺、お前と友達やと思ってないし。何やと思ってる？親友。先生、なんだ？ごわ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 って、なんだ？それ、なんだ？それ、なんだ？それ、なんだ？今日雨？雨降ってる？降ってないよな。目にゴミ入ったっていうね。雨降ってるって初めて聞いたわ。
泣いてんのごまかそうに目にゴミ入ったじゃん。雨降ってないね。なんか悔しい。半分返そうじゃん。なんで半分返すね。もう面白くないわ、これ。そう、もうさあ、弁償するどうする持って帰る付け替えるどっちなん。あと、人んちに勝手に業者呼ぶなよ。なあ、それも不法侵入じゃん。なあ。それはヤムちゃんが言ってました。お前やったん？いや、俺じゃない。あと、お前書くなって。俺、ちょっと書いて。なんか、ボリってお前、書いてんねん、お前、カメラに。ボリボリって。なあ、お前書いてん。いや、ちょっと、限界まで我慢して。ちょけてんなよ。お前、ほんま、データ消すは何してんの？お前、もう喋んなよ。ガチで帰らすで。どうすん？弁償するん？弁償ってどういう弁償？新しいの買えよ、じゃあ俺んちに。最新のやつな。え、ちょちょちょ、待って。霧亀の最新機な。いや、でも、いや、もう、それは正直、ほんまに無理やから、俺なりの弁償の仕方に。無理じゃよ！なんでやねん！じゃあ俺なりの警察呼び方していい？え、でも、そんなのポリコとかそんなの来ても意味ないから。じゃあ、それ証明してもらうわ。なんだ意味ないやろ読んでええんじゃん。マジで読んでいい？ちょ俺一回読んでいい？てじゃねえから白と黒のパンダはや読むなって。パンダ読むなって。白と黒のパンダってなんなん。白と黒じゃないパンダおらんしな。なんなん白と黒のパンダって。逆に白と黒じゃないパンダオンケな。白と黒のパンダ読むなってマジでだるいから。だからね、パンダはもうパンダ読むなでええんじゃよ。もう白と黒じゃ最初から。もう俺あんなガードこれ俺らついてた一個さ霧紙にあんねん。それあげるよ。もう俺あれ霧紙ちゃうねん。ブドウのやつやん。だから俺らもうこれついてたのあげてん。潰れてんやろ。え、じゃあ潰してない。あるわ、ほんま使える。使えてないからつけてんやん。風量がちょっと弱いだけ。マジこれなんか本ちゃんなん。本ちゃんちゃう。プライベート。なんでなん。何でもう人んちの取ってるの。マジで俺ね。まあでもそれは別に動画にする必要でもないかなって。ん？動画にする必要はないかなと思って。別にだって俺だからさ今回悪いことしたっていう意識がないわけよ。返そうと思ってるから、はい、返そうと思ってるからって。だから貸してないやん。貸して、うん、今貸してよ。無理。もう話終了。返せ。出せよ。話せ。いやでももうこれ業者呼べ。早く出ますよ。業者の人がもうこれあのガス管の設定一回つけたらもう取れ、あの使われへんなり、外してもらったら無理って言われたから。多分これ一生これやねん。ガス管使わんねん。あ、ちょっとガス管使わんねん。クーラーガス管使わんねん。使わんやん。もう？うん、使わへんな。どうなん。いや、なんかなんか業者に言ってたから、うん、ガス漏れしてるかもしれへん。ほら、ガス漏れしてるかもしれへんってなんなんや。ガス漏れしてたの。まあ大丈夫やと思うんですけど、はい、一応ね、この今霜みたいなのが入ってるの分かりますかね。あ、なんか白なってるやつ。これってガスのガム折れてるんですよ。なるほど。で、それを閉めてもらって、閉めてもらった時にもうこれはもう外せなくなりますよって言われたから。嘘つくね。でも、もうこれ僕飲んで大丈夫ですって言って。じゃあ弁償な。え、僕飲んで大丈夫ですっていうことは、その業者もお前飲んじゃないってことを理解しちゃうってこと。ああ、増えたな。刑務所行くやつ増えたな。その業者の電話番号教えろよな。8288828。やぜやや。教えろはよな。もうあ、言えや。履歴残ってないっす。なんでない。なんでなんでない。いや、もう上書きされてないっすね。なんで。お前上書き早すぎるやろ。誰と電話してん。いやな、いろんな人と。いろんな人ってさゆりじゃんけん。いや、だもん。もうほんまに。お前顔変えたらほんまに。変える変える。うん、変えましょう。画面外しましょうよ、こいつに。一回カメラ近づけるのなんな。顔に。なんなのそれ。一回、おいって。なんで、おいって、なんで顔近づけたの。なあ、いいんけ、それ。なんなん。なんなん、ちょっと、威圧してる感出そうと思ってさ。え、だから俺も切ってる感出そうと、カメラでしてるもん。お前動かんとこうやってるやん。なあ、お前がこうやっておいって来てんだ。分かるけどさ、お前もう手でこうやってるだけやん。いや、言っていいん、さゆりちゃんの。だから言えへんなって。お前ほんまにマジで。ちょ、なんだよ。やめろよほんまに。ちょ、やめろよ。ちょ、関係ないやん。マジせよ。関係あるやろ。業者にお前電話してんやん。業者にやってたのこいつ。で、熱いって言ったのこいつやし。ちょ、熱いは関係ないやろ。
なあ、あとなんだ、こっちをとりあえず帽子曲がっていったらいつ気づくのかドッキリやってんの。なあ、なんだ、なあ、いつ気づくのかっていうドッキリってこれ。なあ、じゃあちょけんなって返せよ、マジで。さあ、汗かく、これ結構キリで俺もんじゃ、ちっちゃいわ、お前が正直今そうすね。なあ、ちっちゃい、どっちちっちゃい、誰がちっちゃい、お前がちっちゃい。ああ、もう今すっげえだる、なんかそうなんかな、はい、言ってくる感じ、ごちゃ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 、なんかもうめんどいな。え、もうマジでそれ言ってんの。じゃあエアコンがどっちを選ぶかやね、俺かお前。どういう、何を言ってんのお前。じゃあエアコンがどっちかを選ぶ、どうやって選ばせんなよ、わかるかー、こいつほんまに、おい、コイキングかお前は。おい、ぴょんぴょん飛び上がって、ガチだ、コイキングよ、おらこんな、うん、あ、キュラメやね、こいつら、俺がもらっていくよ。マジな、マジけ、マジ、お前らマジな、これ平気でできるん、これ。何がコイキングなんだよ、もうマジで、もうこの感じで乗り気になって、乗り切るとかじゃないんや。え、これほんまに俺知らんからな、なんでその勝手に人んちからエアコン持って帰ってくるの、業者に頼んで。怖ない、普通に。普通やられたら切れるな。ふふふ、怖ない。じゃあもうこれ外されへんやろ、もう外されへん、うん、買えよ、アガシの買えよ、おい、買いに行こうか、上司、うん、買ってこいよ、ダイソンの派手ない扇風機が出てるから、ちょっといいやつ買った方がなと思って。じゃあエアコンかいっつって。お前マジで買ってこいよ、待ってる、みんなまで言うな、行くぞ、行きましょう、まず焼肉行く、焼肉行きたい。